ASMR のトモキです。ということで、この間の、ね、動画に引き続いて定期紹介をねしていこうと思います。この間ね、このパルカディアネックスとまた英文キットをね、どういった英文キットを使った新しいねドラマー墓地代化を紹介したんですけれども、まあそもそもねこの動画を撮った経緯としては、まあ、この墓地代化の定期がね、まあ、かなり厳しくなってきたなというね風に感じたので、まあ、メインはねこっちのデッキを紹介するために撮ってるという感じです。まあ、完全にね墓地代化が使いたくないなという風に、ね、思うようなデッキがね出てきたので、今日はねそれを紹介していこうと思います。まあ、前の動画でも言った通りね、特に目新しいことではないし、今回のねデッキについてはあまり僕がね考えた構築というわけではないので、完全に、まあ、パクリというか人のねデッキを参考に作ってるデッキの紹介になるんですけれども、まあどういった点がね墓地代化だったり他のデッキに比べて強いのかというねところを僕なりにね解説していこうかなと思いますので、ぜひとも見ていただければと思います。それではレッツゴー。というわけで、まずはねデッキを並べていこうと思います。並べていきながら、またいつものやつですけれども、僕はねディスコードでデュエルマスターズのねオンラインプレイルームを開いています。視聴者の、ね、方と一緒にテーマして遊んでますので、興味がある方はねぜひとも参加していただけると嬉しいです。はい、ということで並べたのでデイガライオネルスターね解説していこうと思います。まあこのデッキ自体はね冒頭に言った通り人のねデッキになるんですけれども、あの YouTuber さんのねゴーチャアバツさんというね YouTuber さんがいて、そのねあの動画で紹介していたデッキを参考にしてるので、もう完全に丸パクリです。丸パクリではないんだけどね、あのパクリなので、もうそれはもう何と言われてもしょうがないけど、まあ僕なりにねどこが強いかっていうのをねお伝えできればいいかなと思います。まあライオネルスターのねデッキですね、オーライマックス発売されましたけれど、まあ一番評価を受けてるのがこのライオネルスターかなと思いますね。金額的にもあのスーパーレアの中でもね一番高いカードがこいつですね。でこのライオネルスター、あのスティルジャスティス、スティルジェンド、ライオネルスターね本当に強くって、何が強いってね、あのいろんなデッキがね組めるんですよ。こいつがあるだけでマジでオーライマックスからねデュエマ始めた方は、なんだろうな、これは4枚、ちょっと高いけどね持っててもあのいいんじゃないかなというくらい、こいつだけでね遊べるかなと思います。特にやっぱりこのオーライマックスのデッキ、あのライオネルスターのデッキもそうですけれど、他のデッキもね含めてあのスタートデッキにね入ってるカードを結構使うことが多いので、割とねパーツ自体はスタートデッキ買えば組めるみたいなぐらい安値でね、あ、まあ、スタートデッキプラス何枚かでね組めるので、比較的まあ安く組めるんじゃないかなというのが、まあ、強いところでもありますね。ライオネルスター自体も まだ2500円ぐらいだから、まあ4枚揃えても、いくらだ、チョキエさんが1万円か、あの1万円ぐらいでまあ揃えることもできるので、まあ、ライオネルスターをね当てたよとかっていう方は組んでみてもいいのかなと思います。でライオネルスターをね使ったデッキが、赤白緑のねリースだったり、白緑とかあと赤白とかね、いろんなデッキタイプがすでにいろいろあるんですけれど、まあ、僕が一番強いかなと思ったのはこのデイが赤黒白というね非文明自然文違う非文明光文明闇文明のね3色を使ったデッキがね強いかなと思って今回持ってきましたので、まあ、これをね見ていこうと思います。というのもまあね、この墓地代化のデッキをね持っていた大会で僕が敗れたのがねまさしくこのデイガライオネルスターだったんですね。もう恐ろしくてしょうがなかったので、あの紹介しようかなということで、あのやっていきます。まあ、僕もね早速このデッキ組んで遊んでたんですけれど、まあちょっとねこっちで出ようかなと思って出た結果、案の定やっぱりねこっちの方が強かったなという印象でしたね。まあ結構受け寄りというかトリガー次第な部分はあるんですけれど、トリガーがねめちゃくちゃ多いし、あの爆弾もね抱えてるので、ちょっとその辺がね強みかなと思うので、一個一個ねとりあえず紹介していこうと思います。まず基本的な動きとしては、基本的な動きをね話すのもちょっと難しいぐらいなんですけれども、まあ初動としてはこのゲラッチョのメモリー、ガーネンのメモリーだったりで手札をね確保するっていうのが一応初動になるのかな。あとまあこれも初動なんですけれど、まあ早いうちにね出せば出すほど強いモモキングダム X、 この辺はまあ2ターン目3ターン目ぐらいに出すのが強い動きかな。でこの辺で場を整えつつ魂とかね並んできた状態で5ターン目にねスロットのメモリーもしくはライオネルスターを出していくというのが基本的な動きかなと思います。ま
レジェンド、このライオネルスターじゃないね、普通のこいつを出しておけば進化クリーチャーに1軽減できるので、ライオネルスターがね4ターン目に出てくるという動きも一応できます。で、まあこの辺をね入れてライオネルスターをね出すというのが、まあ、まず流れかな。まあライオネルスターからいろいろね展開して魂だったりをねたくさん並べつつ、モモキングダム X の解放を狙うというのが一つのまあ動きではあるんですけれど、一番ね締めで強いのがこのチエンドオブユニバースね。これがまあもうめちゃくちゃ強いフィニッシャーになってるので、まあ基本的な動きはそんな感じかな。この辺で魂と並べてライオネルスター出して、モモキングダム X を解放を狙いつつチエンドオブユニバースを、ね、出すというデッキになります。まあ明確なねフィニッシャーはもうチエンドオブユニバース出せばね勝つっていうような感じなので、もうこれがね一番強いんですけれど、やっぱそれ以上にね僕的には受け性能がめちゃくちゃ恐ろしいなというふうに思いましたね。まあそうだね、受けの話を今日はじゃあしていこうかなと思います。あのバルカディアねネックス、バルカディアネックス出したら勝てる、このポチタイカのデッキですら、あのビビってねシールド割りにいけなかったので、ちょっとねその辺のカードを紹介していこうかな。まず一番怖いカードがこれですね、モモキングダム X、 オーライエン第3弾でね登場したカードなんですけれど、まあ今まではねいろんな対価デッキだったり JO 対価でね使われてて、あまりこう普通のね狙い通りの使われ方はされてなかったんですけれども、まあこの魂とかねたくさん出たことでそのね使い方ができるようになったという感じです。自分のレクスターズが出るたんびにこのね下にカードを貯めていって、これがね5枚以上貯まると禁断解放してね相手のクリーチャー全破壊してこいつも殴れるようになるというカードになってます。これをね使って、こうこれを最初に出しておくことで、もう本当にね爆弾なんですよこいつ。この爆弾を、次元爆弾をね抱えることができるので、もうそれがね恐ろしくてバルカディアネクスで殴れなくなったというね感じでした。まあ、何かというとライオネルスターが、ね、いることで、まあ、本当に魂とかねポン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 出てくるんですよ。でレクスターズがこうたくさんね溜まっていくんですけれど、こう溜まっていってね、まあ3枚、まあ、4枚ぐらいかな、4枚溜まった状態でねシールドを割りに行くのがめちゃくちゃ危険なんですよね。シールドトリガーを持った魂色がたくさん入ってるので、この辺がねトリガーから出てきたらこれの効果で破壊とかしつつ、さらにね禁断解放して相手全破壊みたいな感じにできるので、まあもうこれがねこの状態であるだけでめちゃくちゃね怖い爆弾になってるというカードです。でしかもねこいつがこう溜まっていくことで、まあ、もちろんこいつ自身も殴れるんですけれど、こんな感じでねカードが重なるとチエンドユニバースのねあの種にもなるんですよ。こんな感じで下に10枚あればねゲームに勝つっていう感じなんですけれど、まあこれがね溜まっていくことでビッタね勝つことができるので、まあそういうね意味でもめちゃくちゃ噛み合いのいいカードかなという感じですね。まあ基本的にはなのでこいつをね最初のうちに出しといて溜めておいてね、まあ、禁断解放を直前でね止めておいて相手のターン返すのもいいですし、もう一気に爆発させてね総攻撃仕掛けるっていうのもできるので、それがねめちゃくちゃ強いカードかなという感じです。でその禁断解放をね手助けするカードとして入ってるのがこのロマネス戦記のフーギラッチョのメモリー、ビオラのシャドウスロットのメモリーでね、トリガード4枚ですね。あとはまあスマッポンも、ね、入れたいんだけど、スマッポンのメモリーをね入れたいんだけど、まあ、僕はねここをスマッポンにしてもいいかなと思ってるんだけど、まあライオネルをね4ターン目に出せるという動きが強いのでこいつはね優先してるという感じかな。まあスマッポンも含めたらねトリガーの魂度って今結構出てるので、その中でもね強いのがこう寄せ集まった感じになってますね。まあ単純にバルカディアネックスから出すねカードたくさんあるんですけれども、何をね出せば正解かなっていうのは相手のね対面を見たら大体わかるんですけれど、これのねどれを出してもこう正解がないというかっていうのがこのデッキなんですよね。そこが恐ろしくて何もね出せなかったんですよね。まずまあボルバル8、まあ、僕のデッキに入ってなかったけど出してもゲラッチョのメモリー1枚でね止まってしまうんですよ。ゲラッチョのメモリーはワンドローしつつ相手がね自分のクリーチャー選んでタップするので、ボルバル8ジャストダイバーで選ばれないんだけど自分では選んでしまうのでタップしたりとか、あとはまあゲンメンペラーがねコスト5以下のね呪文とクリーチャーを止めてても魂とはね出てくるので、ロマネス戦記出てきたらレインボーカードなので、ね、破壊されたりとか、まあ、バルカディアをね破壊されたりとかするし、今日のね出た時効果もクリーチャーの効果なのでこの辺のね効果は奪えないので、
なんかは人のねデッキだから難しいところではあるんですけれど、まあ Google とねデューサメのシャドウだったり、まあ、入れてるんですけれども、まあそうだね、この辺は一応自由枠にはなるのかなと思うんですけれど、闇文明がねないとモモキングダム X 出せなかったりするので、まあ一応ね3色のデッキではあるんですけれど、 D が非文明と闇文明は入ってるんですけれど、やっぱり光文明がねメインなので、まあそこをね出しやすくするためにここのね3枚は入れてるという感じです。まあ一応でもいろんなね他の代替案だったり、あとはまあこのデッキもね今後いろいろまた開拓がね進んでいろんな形を変えるかなと思ってるので、まあまあまあそこからねまたいろいろ構築考えればいいかなという感じですけれど、まあとりあえずはねこのチェーンドオブユニバースをね出せば勝てるというねぐらいのデッキなので、まあそこがね強いかなという感じ。まあアルカディアスモモキングもね雑に強いしね、そうだね、まあ僕が言えるのは本当にその受けが怖すぎて全然殴れなかったですよというお話なんですけれど、まあそんな感じでねどの対面にもねなかなか成績は残せるデッキなのかなと思うので、ね、まあ大会とか出るときにはちょっとこれもね持っていってみたいなという感じですね。このデッキもね物語ってる、あとはまあライオネルスターのねいろんなデッキが物語ってるんですけれど、魂めちゃくちゃ強い、本当に魂のね今魂がねかなり強いなという感じですね。まあカード除去とかねいろいろあるんですけれど、カード除去があっても別にそんなに痛くないし、いろんなメタが効かないという意味でもねマジで魂とか今受けでは最強かなと思ってるので、まあそれをねふんだんに入れれるデッキっていうのはかなり強いのかなと思うんですけれど、一番こうナチュラルなね感じで出せて、しかもモモキングダム X とも噛み合いがよくっていろいろね展開できるという意味ではこのデッキがまあめちゃくちゃ強いのかなと思ってね今日は持ってきました。まあもう組んでるね方もたくさんいるとは思うんですけれど、僕的にはねそのバルカディアネックスから返されたことが、しかも1回だけとかじゃなくてねもう 2,3 回返されたので、まあそこが衝撃的だったのでね今回紹介したという感じです。まあ皆さんもね墓地大会に苦しんでる方はねこういうデッキ組んでコテンパンにねやっつけてあげればいいかなと思います。まあでもやっぱりねトリガー頼りなところは若干あるので、トリガーがね何もなければ返せないとかっていうのはあるんですけれど、まあ、爆弾もねあることだし、まあ、トリガーかなり入ってるから、まあ、受けはね安心していいのかなと思いますのでね、ぜひぜひ使ってね遊んでみてください。まあ、やっぱりライオネルスターをね使ったデッキいっぱいあって、本当にこの4枚がねあるだけでいろんなデッキで遊ぶことができると思うのでね、おすすめしたい